愛の歌で何か一つ歌えますか。愛の歌でってどういうことだ。金さんの恋の歌にしようかじゃあ。ほら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの。はい、ありがとうございます。モンゴル800で小さな恋の歌でした。カブトムシ、カブトムシご希望。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ。はい、ありがとうございます。アイコでカブトムシでした。感じ違っていいね、ありがとうございます。パチパチありがとうございます。降ってくる雨が迷惑でしかめえつらした私に右手をつないで優しくつないでまっすぐ前を向け、どんなこんなんだからって大したことないって言えるように。はい、ありがとうございます。アイコで桜の時でした。エレキの桜の時素敵、ありがとうございます。アイコのカバンお願いします。カバンか、やりましょう。あの日からずっとあなたのことが好きだったんだよ。はい、ありがとうございます。アイコでカバンでした。改めて聞くとカバンって難しいんだね。難しいよね、絶対難しいよ。でもチャレンジ枠とは覚えないうまさ、ありがとうございます。アイコ自体が恐ろしいくらい難しいよね。難しいよね。しかも俺男だし。歌ってくれてありがとう。いや、ありがとうございます。リクエストしていただいて、ベイ君頑張って、ありがとうございます。じゃあカーリー歌おうかな。はい、ありがとうございます。カーリーレイゼプセンでグッドタイムでした。はい。女の子になれるの、最近。本当に。編集おもろい。そう。面白いでしょ？かわいいし。最初、みんなめっちゃ爆笑してたよね。習得したの、変身を。なんか照れるわ。女の子で何歌うん？女の子で歌ってもいいけど、ただ、俺は別に、オクターブ下で歌うから歌いづらいのは変わんない。当たり前だけど、女の子慣れてきた。エレキだと女の子の声で、あ、そう、歌えるの。エレキだとこのエレキの音は別で入力してるから、独立してるから歌える。ただ口は動かなくなる、カメラがやばいから。そう、この前おととい桜んぼ歌ったんだよ、もう使えんの。ただやっぱね、若干音痴だよね。ある春の夏の日、ある春の夏の日歌おうじゃん。え、どっちで聞きたい？男と女。女の子バージョン。歌ってみようじゃあ。そっか、これだと俺の曲が女の子が歌ってくれる。晴れの日が好きで夏が好きで意味もなくワクワクしてしまう。ああちっぽけな闇は消し飛んでしまって、青と青の線に心を鳴らして、集めと言い合ったね。あの時はい、ありがとうございます。オリジナルで、ある晴れた夏の日でした。あと10分で1時間だから、あと1曲かな。頭の中でベイ君と女の子ベイ君がセッションしたやけど。ありがとうございます。編集、総集編、面白い？よかった、それは。一回の、この配信を、まあ、だいたい1時間とか、1時間半ぐらいだよね。それを、まあ、総集編として、動画を、頑張って編集するんだけど、それ作るのに、多分3、4時間かかる。後で見てみよう。ああ、ありがとうございます。そう。
さっきあげたやつにはちゃんとね、オープニングとエンディングを作ったからそんなにかかるの？かかるんだよだってさ、1時間半のさ、配信をさ、ただ1回見るだけでさ、1時間半かかるじゃん。あとはさ、そのここを切って、で、つながりどうかなって見て、あ、もうちょっとこう、チェック切ってとかやったら、もうあっという間に3、4時間かかる。まあ今まで1曲選んであげてたけど、なんかその1曲選ぶだけでもとりあえず全部聴くじゃんで、あ、今日はこの曲にしようっていうので、で、そこだけ切ってとかやってると、やっぱすぐあっという間に時間経っちゃうよね。編集したら余裕系だよね。そうね、結構ね、時間かかるから、ここまでやる必要あるかなって思うんだけど、まあまだやってるね。まだ3、4個ぐらいしかやってないから、まだ楽しいからね。だから結構楽しい作業ではある。ここを切ってまとめようとかね、結構楽しい。見る方としては、そう、周辺の方が面白い。まあそりゃそうだよね。そう、絶対そうだよね。でもまあそう言ってもらえるんだったら、まあやった甲斐があるよね。いやー、ほんと。でもさ、当たり前だよね。だらだら喋ってるよりもさ、そのちょっと面白そうなところゲットした方が絶対面白いよね。でもとりあえず一曲丸々上げるよりは再生回数が若干回ってるからまあほんと若干なんだけどね一曲丸々歌ってみたの方はほんと一桁10人も見ない動画とかゴロゴロあるから、今んとここの総集編動画は2桁余るからまあしばらくはちょっとやろうかな。総集編って言いながら10何分とかなってたりするけど、まあその辺もだんだんちょっとやってれば、だんだんテレビより YouTube のが面白い、おもろいね。俺もさ、最近その YouTube にこれを上げたりし出したから、なんか半分研究のために YouTube 結構見出したんだけど、やっぱ無限に見れるよね YouTube。 まあちょっとしばらくは毎回編集総集編を作ってあげようかなって。そう、自分ではまあその編集したが面白くなってるかなとは思ってるけど、果たして一般的にどうなんだろうって思ったけど、総集編待ってます。ありがとうございますありがたい、その待ってくれてるの。ハルカザクションにしようかな、流れてるからとか。終着の駅の時だ、君も僕も急いでおいよ。ありがとうございます。オリジナルでハルカズアクションでした。こちらありがとうございます。 Twitter、LINE、YouTube、ブログ7、インスタ、いろいろあります年賀状まだ出し終わってねえな風邪ひかないようにね、ね、寒いからね、聞いてました、ありがとうございます。まあまた来年ちょいちょい弾き語り配信するんで、よかったらまた遊びに来てください。じゃあありがとうございました。終わりまーす。